スプリングフィールド・ユニオン駅は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、スプリングフィールド・ライマン・ストリート66にある駅。全米各地を結ぶ、旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。初代スプリングフィールド・ユニオン駅2代目、スプリングフィールド・ユニオン駅1905年、スプリングフィールド・ユニオン駅は1926年に、ボストンオルバニー鉄道によって建設された。駅舎は、 左右対称のリチャードソニアンロマネスク様式の代表例である。当時、当駅にはニューヘイブン鉄道、ボストンメイン鉄道も乗り入れ、連動装置を備えた信号呼気所もあった。1973年に駅舎は閉鎖され、1989年にスプリングフィールド再開発局は個人所有者から1ドルで駅を購入した。 再活性化事業は当時の市長リチャード・ニールによって始められたが近隣のホテルが消失して事業は休止した。市の幹部は交通と再開発のための中心としてのユニオン駅を思い描いており、2008年10月までに自治体、州、連邦政府は持続可能で最新技術の複合交通施設を作る計画を明らかにした。 複合交通施設建設事業は、連邦交通局のバス施設補助金と、連邦高速道路局の渋滞緩は、空気汚染改善事業補助金から4360万ドル、マサチューセッツ州から4470万ドル、スプリングフィールド市の主催から580万ドル、計9400万ドル以上の費用が充てられた。構想から約30年、2017年6月に、 スプリングフィールド市民は、スプリングフィールドユニオン駅の再開発事業の完成を祝った。現在、複合交通施設は、パイオニアバレー交通局の路線バスと都市間バスが発着している。そして、2018年には現在運行されているアムトラックの列車とともにスプリングフィールド、ニューヘイブン通勤鉄道の運行が開始される予定である。アムトラックの停車する列車は、 下記の通り、当駅から乗車できるバスは以下の通り、ありがとうございます。